違法献金疑惑についてスクープを掴んだんです。でもこんなスクープみすみす見逃すんですか。うちに新しく未来キャリア部ってのができるらしいです。働いてない人らの追い出し部屋なんじゃないかって噂なんだ。新田君の立場が怪しくなっちゃうじゃん。記者になった時からクビになる覚悟で働いてきたから。見返してってくれよ頑張って。お前らだな。コンプラと正義なら俺は正義を選ぶ。ドラマパラビ働かざる者たち。いい加減働け。